出ない、何出ない旅、あれですね、これアート&ユートピアっていう本なんですけれど、今そのさっき取り上げたステファン・マラルメのことが書いてあるんですよ。ここ見えます？ステファン・マラルメ、リミテッド・アクションっていうのがあるんですよ。あれミニマルな日本庭園とかを見知ってる日本人からすると、あんま何がすごいかわからん、おかんとなるかもしれないんですけど、犬だったり、ヤドカリだったり、クモだったり、ハエだったり、微生物だったり、藻だったり、がん細胞だったりするんですよ。ちょっと話していいですか。今ですね、今取り上げてたユイグさんの本をもう持ってっちゃったんですよ。だから今手元にもうないんですけど、はい、それではまずピエール・ユイグさんの簡単な紹介から展示について取り上げていきたいんですけれど、まずピエール・ユイグさんは1962年フランス・パリ生まれ、主にパリ、ニューヨークを拠点に活動する男性現代アーティストです。それで1986年にパリの国立高等装飾美術学校、パリスエコールナショナルスプリエルディアートデコラティフを卒業しています。そしてフランスのキュレーターであり、批評家でもあるニコラ・ブリオが96年に企画し、ボルドー現代アートセンター通称 CAPC で行われたトラフィック展 にてリレーショナルエステティック、関係性の美学という括りでまず認識されます。このトラフィック展にはですね、リルクリッド・ティラバニ、カースティン・ホラー、そしてフィリップ・パレーノらとともに30名のアーティストが参加した、このトラフィック展なんですけれど、展示自体は素晴らしいショーだったと、が作品は良くなかったと言われています。で、ボルドー現代アートセンターの過去展をちょっと検索してみても、展示、そのトラフィック展の展示風景いや作品がヒットしないので、口頭でちょっとユイグさんのものを説明すると、ユイグさんはトラフィック展で1952年に制作されたミュージカルコメディ雨に歌えばと同じ名前の Singing in the Rain という作品を見せてます。俳優のジーン・ケリーの命日の2月に2日に白い台座の上に乗ったパフォーマーが雨に歌えばを歌うパフォーマンス作品です。で、その日以外はレインコート、Singing in the Rain ですから、レインコートと靴を置いたままにしてパフォーマンスが一切行われないと。で、そういう台座とレインコートと靴をそのまま置いたままで展示期間を会期を終えますという、在不在を扱った作品だということ以外は分かりませんでした。で、トラフィック展についての反応を2つで、フリーズアートマガジンのカール・フリードマンは、1996年5月当時、関係性とは新しい芸術というには具体性がなさすぎると。で、参加作家の多くは展示でブリオが述べている企画の前提を無視しているし、ブリオは人と人との距離間を間を規定する政治社会的な変数をもっと深く見定める必要があると言っています。またジーンアートマガジンのエミリー・ツインゴーさんも、面白い試みだけど交通だからトラフィックというにはちょっと正直つまんなかった、退屈だったって言ってて、非常に辛辣な批評しています。で、トラフィックだったか 100% 僕の中で定かじゃないんですけど、ティラバニさんをリサーチした時にブリオの展示をちょっと We blew it って言ってて、要するに意図的に吹き飛ばしたっていうふうに言ってた気がします。で、要はですね、関係性の美学という一括りにされるのを作家が嫌がって、展示にガチに向き合わなかった、その
低クオリティの退屈な展示だった可能性があります。でティラバニさんは実際今でもですね、自分のやってることは関係性の芸術ではあるけれどブリオの言うような美学ではないよっていうふうに言ってて、まあ、ブリオはいいやつなんだけどっていうふうな言ってました。で企画展示に参加する作家全員がもろ手を挙げて賛成するような企画っていうのはありえないとは思うんですけれどちょっと吹き飛ばされている可能性があります。でまあですねピエール・ユイグさんというの名前は一応90そのことで1996年のトラフィック展でリレーショナルエステティック関係性の美学という括りでまず認知されます。でまたこの展示でリアム・ギリックやドミニック・ゴンザレス・フォースターダグラス・ゴードンフィリップ・パレーノやリル・クリット・ティラバニャなど後にギャング・オブ・アーティストとも形容される多くの同時代作家と出会ってます。はい、次にサンフランシスコ近代美術館で2002年から2003年にかけて行われた展示プロジェクト No Ghost Just a Shell でアンリーというキャラクターの著作権を日本のキャラクター開発会社から買い取り短編 3D アニメーション100万の王国を制作展示しています。 No Ghost Just a Shell というタイトルでもちょっとピンときた人もいるかもしれないんですけれど日本のアニメに大きな影響を受けています。1999年にマトリックスを作った監督ウォシャウスキー兄弟もリスペクトする押井守監督の1999年公開のアニメーションゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊から着想を得て作品を作っています。でノーゴースト・ジャスト・シェルについては要するに外壁殻があって殻の中に魂が入っていないっていうタイトルなんですけどこれについてはですね2002年12月19日にテクノロジーによって人間の未来がどう変わるかどうなるかということに特化したメディアであるワイヤードっていうメディアでケンドラ・メイフィールドさんが書いたアンリーについての記事およびその翻訳がですね秀逸だったのでそれリンク貼っておきますけどそれを引用抜粋参考しながら話すとまずタイトルはアニメ映画の名作「ゴースト・イン・ザ・シェル」から来ている。ピエール・ユイグとフィリップ・パレーノ氏はの2人は1999年活況を呈しているアニメ業界向けにアニメやコミック、広告、ビデオゲームの素材となるキャラクターを開発している日本の企業から
漫画キャラクターであるアンリーを4万6000円で彼女を買い取ります。キャラクターの値段はを左右する要素はキャラクターの複雑さのほか、ある筋書きに適応しているかどうか、そして複数のエピソードに使われうるだろうかだということだと。それが価格に左右すると。でアンリーの場合は比較的安かったと。つまり筋書きを生み出すチャンスが一切ないキャラクターを解放しようというコンセプトでアンリーの著作権を購入しています。大幅な修正と 3D 的要素を加えた後、ユイグ氏とパレーノ氏はアンリーが様々な役を演じる短編アニメをいくつか制作します。フィリップ・パレーノによるアニメーションこの世のどこかでと、ユイグ氏による100万の王国で、100万の王国ではアンリーが月面を歩き、宇宙飛行士のニール・アームストロング氏が月に降り立った際の録音された音声が流れ、その後2人は他のアーティスト、先ほど売れたトラフィック展 の作家であるドミニク・ゴンザレス・フォースター、リアム・ギリック、チラバニ、そしてピエール・ジョセフ、あとメイディ・ベルハジ・カセムらに、彼らにも短いデジタルアニメーションを作ってもらって、アンリーに命を吹き込み、ノー・ゴースト・ジャスタ・シェルのタイトルの下で全作品を統合して展示をしています、サンフランシスコ美術館で。でこのノー・ゴースト・ジャスタ・シェルっていうのはチューリヒ・クンスト・ハーレで最初に展示されて、サンフランシスコで幕を閉じる。でサンフランシスコ・モマの展示スペースは葬式の雰囲気を醸すよう特別にあつらえられている。会場は日エベイとして隙間が多く、来場者は作品上でのアンリーの変容に思いを巡らせるようになっている。展示終了後、アンリーは最後を迎え、美術館内で特別な棺に入れられて埋葬される。アーティストたちはアンリーの著作権をこのキャラクターのためだけに存在する法人アンリー協会に譲渡することで合意している。契約書には以降アーティストたちがアンリーをデジタルモデルとした制作品を制作できないことが明記されている。この契約によりアンリーは流通からも経済的および芸術的利用からも解放される。これは権利をそのキャラクターに変換する法的手段だって言っています。引用終わります。それでこれがですね、このサンフランシスコ美術館の後にファン・アッベ美術館に2003年に巡回していて、そこでプロジェクトごとコレクションされています。だから芸術的利用から完全に解き放たれていない気はするんですけど、まあこのプロジェクトの一番の肝っていうのは使い捨ての消費キャラクターをほぼ人のように扱っているということです。架空キャラクターに法的に著作権を返して亡骸を儀式的にでもですね美術館において埋葬するっていう行為は盗作的かもしれないんですけれど、デジタルのバーチャルな事物に生命を与える先駆的な発想のプロジェクトです。